はい、こんにちは、ザイオンフットボールクラブの林です、えー、すいません今日は車の中から失礼しますえー、っとですね今日の動画は、えー、2月のテクニカルスクールの、えー、ご案内となっておりまして、まあ、あのちょっと、えー、テイストを変えた、えー、テーマといいますかやり方で2月は、えー、やっていこうと思うんですけれども、まあ、まず何が違うかというと、えー、ミ,ミニゲーム、まあ、ゲームがちょっと多いっていう月にしました えー、理由としてはですね、まあ、1月に何回かハイプレッシャーミニゲームっていう、まあ、もうハイ,ハイプレッシャーで、えー、どんどん子供たち前から前からボールを奪いにいってもらってそのプレッシャーの中でプレッシャーが早い中で早い判断また高い技術を発揮していくというゲームを何回かやったんですけれども、まあ、それが大変あの子供もにも、えー、保護者にも、えー、好評をえ 子どもに好評だったといいますが親ですね、保護者がすごい良かったですって話を聞きまして、まあ、僕的にも、僕も一緒に、えー、とピッチの中に入ってゲーム、子どもたちでやるんですけど、まあ、結構雰囲気も良かったですし、手応えもあったんですね。まあ、一つ一つのアドバイスとか、えー、プレーの強度とかも、えー、僕が中に入ることによって結構厳しく求めていったりするので。 まああのやってる選手たちも見ている保護者たちもまああの非常にこう見応えのあるゲームができているっていうのが実際ハイプレッシャーミニゲームっていう <laughs> まあちょっと分かりやすすぎるえーテ,ーマテーマ名なんですけれども、はいまあ、それをえ何回かえまあそうです、ね、ちょっとごめんなさい6回か7回ぐらいですかね、えー、企画しているので,で前回は3年生から。 えー、中,学生中学生までっていうくくりだったんですけれども今回は 2, 2日間ほど123年生も、えー、参加できる、えー、会を作っておりますので、まあ、その時は123年生限定で逆に高、あのー、学年はいないので、えー、ぜひ低学年の子どもたち選手たちも参加していただければなと思います、まああのー、ちょうど1月2月っていろんなセレクションだったりトレセンの活動があったりとかする時期であのー、まあ ハイプレッシャーの中でプレーすることが、えー、慣れていればそのパフォーマンスも発揮しやすいと思うんですけど、まあ、いきなりそういう緊張する舞台でプレッシャーめちゃめちゃ速くて、えーまあ、いいプレーできなかったっていうふうになっちゃうよりかは僕のテクニカルスクールのとこ来ていただいてあのそのプレッシャーに慣れ,慣れた上でそういうのにチャレンジしていくっていうのは非常に理にかなっている、えー、と思いますね。まあ、何せ僕が子供たちを と真剣にこうゲーム入って,て楽しいですやっぱりこううまくいかないプレーだったり僕もミスするし、えー、子供たちももちろんミス,ミスするんですけど、まあ、そのミスした後の切り替えとか攻守の切り替えの部分とかも非常に求めていくので、まあ、すごく意味のあるそうですねゲームができてるんじゃないかなと思ってますで、えー、それ以外はパスコントロールだったりあとドリブル えの部分を、えー、テーマとして設けておりまして、まあ、あの、ドリブルはね、僕のトレーニングをこう、やってる子たちは、保護者も含めて、あの、よくご理解いただいていると思うんですけど、まあ、いろんなこう,う、アイディアだったり、まあ、試合、ゲーム中の使い方だったりっていうのを細かく指導していきながら、えー、今回もやっていきたいと思いますので、まあ、平日スクール、なかなか通うのが難しい子た,子たちとか、えー、 そうですね土日楽しみにしてくれてる毎回参加してくれてる子たちはあのぜひぜひご参加くださいパスコントロールに関しても、えー、やっぱり止めるケールすごく重要だと僕も思っていまして、えー、まあその部分も1日しか今回ないのかなただまあ、えー、しっかりやっていきたいと思いますのでまあ、2月も、えー、寒い時期ですけどやっぱり3月4月、えー、春先に向けてですね新学年になる のに向けて、えー、パフォーマンス向上して、えー、みんな頑張っていただければなと思いますんで、えー、まあ、2月もテクニカルスクール頑張っていきましょう僕もあのー、体のコンディション非常に良くて、えー、トレーニングしてますけどんー結構な強度でやっぱり毎回、えー、そうですねゲームも子供たちは混ぜてもらったりしてるんでうん非常にちょっと2月も楽しみですはいすいません車の中からさっき 朝練終わって、その後ミーティングがありまして、それを終わりまして、うん、あのー、まあ、せっかく YouTube やってるし、動画の方が皆様に伝わりやすいかなと思って、えー、動画を撮りました。まあ、ちょっとすぐアップしたいんで、まあ、余計な編集なしで、えー、このまま、えー、載せたいと思いますので、カミカミだったり、面白くなかったりですけど、<laughs> えー、また、2月もよろしくお願いします。 以上、車の中から林コーチでした。ありがとうございました。